皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日もソメダとトレーニングやっていきましょう。今日は腕立て伏せです。手は肩幅よりも、拳一つ分ぐらい外に開いていただいて、体はまっすぐ保ったままお腹に力を入れて下ろしていきます。筋力に余裕がある方は胸が地面につくスレスレぐらいまで下ろせるといいですね。ソメダはですね、手をつく位置がちょっと高いんですけども、これよりも拳一つ分ぐらい下に手をついていただくとかなり負荷が高くなりますので、筋力に自信のある方はチャレンジしてみてください。はい、ソメダはね、筋力があるので、20回3セット、休憩時間は20秒でやってますけども、腕立て伏せかなり負荷が高いトレーニングですので、筋力に自信のない方は10回3セットですとか、休憩時間は30秒ぐらい長めにとってみるとか工夫をしてやってみてください。それでは2セット目やっていきましょう。ソメダは下まで下ろせなくてサボってますけども、皆さんはですね、しっかり胸が地面につくぐらいまで下ろすようにやってみてくださいね。疲れてくると、おへそのあたりがですね、落ちてきて腰を反るような形になってしまうので、疲れた時こそですね、おへそのあたりをぐっと丸めてお腹に力を入れて動作をするように意識してみてください。今一瞬ソメダの顔が映りましたけども、だいぶ、腕立て伏せですね、自重ですけども、きついトレーニングですので、ぜひぜひねチャレンジしてみてください。筋力に自信のない方、疲れてきた方は膝を地面に置いた状態で、やってみてください。それでは3セット目いきましょう。今のソメダのようにですね、膝を地面についた姿勢でやっていただくと負荷が軽くなりますので、女性の方とかですね、セットを重ねてちょっと辛くなってきたという方は膝を地面についた姿勢でやるようにしてみてください。きつくなってきてからトレーニングなんでね、最後5回頑張りましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。